はい、どうもさん、こんにちは。カシャシュンです。今回はですね、アルペジオができないっていうコメントが結構来てたので、いつも532313123っていうリズムで言ってるわけなんですが、自分がね、アルペジオできるまで何を練習していたかっていうことを今回紹介したいと思います。はい。でですね、まず基本的に自分はコードね、 C を握ってました。 C を握って532313232353231323532313、はい、これずっとやってましたね。で、自分はですね、最初ここの指が使えませんでした。何でしたっけ、こいつの名前。薬指が使えませんでした。ここの3本だけでやってました。はい、今みたいにね、見れば分かると思いますが、ここの3本だけでやってました。でですね、なんでここの指使い始めたっていうかというと、ここですね、こういうやつがあります。これがですね、3つでやったんですけど、うまくできません。こいつで、ここの中指ですね、中指で下の3つを上げます。これがですね、うまく最初できなくて、今ならちょっとまあ器用になったのか分かりませんが、できましたが、それができなくてですね、あと、まあ、早くできなくなるんです、そうすると。なので、今はここの指を解放したっていうと、なんか中二病臭くなるんですけど、頑張ってね、その練習して、1ヶ月ひたすら電車乗ってても何してても、タタ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 っていうふうに、タタ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 っていうふうにやってました。そうするとできるようになります。まだ全然ね、うまくないんですけど。で、そうするとアルペジオでも、1弦ですね、1弦弾く時とか、基本的にここの指を使うようになります。はい。でですね、アルペジオ、早く覚えるため結構ね、はい、長く空いちゃいましたが、アルペジオ、まあ早く覚えるには、本当にさっき言いましたが、ひたすらね、こういうふうに練習をします。動かします。で、動かす指が、そこだけ覚えてください。外でもできるようにね、外でもできるように、532313232353232353231323、で、空中でやるのはかなり難しいので、なんかここに物を置いて、自分のね、どっかを弦だと思って、532313232353232323っていうふうに、532313232353っていうふうにやってると、自然とできるようになります。でですね、技術の一つにですね、こう、なんて言うんだろう、まだできないんですけど、自分はこう、ダランっていうやつがあるんですよ。こう、順番にこう、ダランっていう一連射動作のやつが、それがね、まだできないんです、自分は。練習中なんです、自分も。なので、今それをね、ひたすらダラララン、タラララン、っていう練習を今やっている感じです。でですね、アルペジオを覚えるとですね、いろんな曲に応用できるようになります。例えば、今見ている中であるのはですね、バックナンバーのハッピーエンドがちょっとパソコンに表示されているわけですが、それでやってみるとですね、何でもできます、この曲。何でもできます、っていうか、何でもできるようになります。さよならが喉の奥につっかえてしまって、咳をするみたいにありがとうって言ったの。まあ、どんな曲にも合うと言いましたが、基本的にスローな曲ですね。ゆっくりな曲は532313123が5323で合わせれます。で、次の言葉は残ると、ポケットを探しても見つかるのはあなたの好きな私だけ、平気よ。こういうとこですね、コードチェンジが早くなったら5323だけやります。ということで、今回はね、雑談みたいな感じになりましたが、アルペジオを少しでも早く覚えたい方、まあ、はっきり言うと往復練習ってことですね。ってことになります。ってことで、はい、終わりたいと思います。では、次の動画で会いましょう。バイバイ。